皆さんこんにちは。今回はなぞなぞ問題です。問題は全部で10問あり、回答時間は30秒です。残り10秒でヒントを出しますよ。それでは早速やってみましょう。1問目です。人は泳げるけど魚は泳げない場所はどこでしょうか？ヒントを出しますよ。学校にありますよ。終了です。答え合わせです。正解はプールでした。魚がいたらびっくりしますよね。最初の問題でしたが、いかがでしたか？こんな感じでどんどんいきますよ。2問目です。目や鼻はあって口や耳はないものは何でしょうか？ヒントです。動物ではありませんよ。終了です。答え合わせです。答えは植物でした。植物には目や鼻はありますが、口や耳はありませんよね。もし口や耳がある植物があったら教えてくださいね。それでは次に行きましょう。3問目です。床も天井も窓もドアもない部屋は何でしょうか？ヒントです。食べ物の名前ですよ。終了です。答え合わせです。答えはマッシュルームでした。マッシュルームという文字の中に部屋という意味のルームの字が入っていましたね。4問目です。はっきりしない日付とはいつでしょうか？ヒントを出しますよ。日にちの読み方が関連しますよ。終了です。答え合わせです。答えは5日でした。5日と読んでいつかとなりますね。わかるとすっきりする問題でしたね。それでは次に行きましょう。5問目です。紙の上で進んだり戻ったり休んだりするものは何でしょうか？ヒントです。遊び道具ですよ。終了です。答え合わせです。答えはスゴロクでした。スゴロクは紙に書かれた指示に従って一マス進んだり後ろに戻ったりお休みになったりしますよね。スゴロクは福笑いと同様にお正月の遊びとして親しまれていますね。最近はしばらくやっていないので久々にやってみたくなりました。
6問目です。中身が入っているのに入っていないようなものは何でしょうか？ヒントです。調味料ですよ。終了です。答え合わせです。答えはからしでした。からしという字の中にからという言葉が入っていますが、からではないですよね。からしとわさびは同じ辛味成分なのを知っていますか？原料は同じアブラナ科の植物で、どちらも同じ辛味成分が含まれていますよ。まだまだ問題が続きますが、大丈夫ですか？7問目です。立っていても座っていても見えないけど、ひっくり返すと見えるものは何でしょうか？ヒントを出しますよ。体の一部ですよ。終了です。答え合わせです。答えは足の裏でしたよ。足の裏は立っている状態だと見ることはできませんが、ひっくり返すと見ることができますね。正解することができましたか？8問目です。自分のものなのに他人がよく使うものは何でしょうか？ヒントです。誰もがみんな与えられているものですよ。終了です。答え合わせです。答えは名前でした。自分の名前を人に呼ばれたり、紙に書かれたりと他の人に使われる機会ってありますよね。少し難しかったかもしれませんが、正解できましたか？それでは次に行きましょう。9問目です。乗るだけでゴージャスな気分になる乗り物は何でしょうか？ヒントです。遊園地などにありますよ。終了です。答え合わせです。答えはゴーカートでした。ゴーカートという文字の中に豪華という言葉が入っていましたね。遊園地にあるゴーカートは免許がなくても楽しめるのでいいですよね。それでは最後の問題です。甘いものが苦手なお父さんでも喜ぶパイは何でしょうか？ヒントです。飲み物を飲むときに言いますよ。終了です。答え合わせです。答えは乾杯でした。乾杯の字の中にパイという字が入っていますね。疲れた時にお酒で乾杯するのって最高ですよね。時間内に分かりましたか？最後までご視聴ありがとうございました。知の種のホームページで
無料の脳トレプリントを公開していますので、ぜひご活用くださいね。皆さんのコメントや高評価をお待ちしています。チャンネル登録もお忘れなく。